はい、ミスター下のクラブを打たなきゃわからない。本日は私物ということで、以前動画で増田ゴルフさんの龍一郎さんのところに行って、私の要望を伝え削っていただいたのがこちらの増田三兄弟カラーリングは阪神タイガースバージョン、はい、千葉ロッテファンの増田龍一郎さんが、はい、阪神カラーに、はい、舌打ちしながら多分塗ってくれたでしょうということで、名前も入れていただき、はい、オリジナル感あふれるウェッジになってます。ラウンドもちょっと 2,3 ラウンドしてるんでちょっと汚れちゃいましたが、はい、こちらを今日はご紹介したいと思います。はい、もうご紹介です。はい、インプレッションとかじゃないです。いいに決まってるんで。で、今回 PA を作りました。はい、っていうのも、今まで13本でずっとやってたんですが、やっぱりアプローチウェッジの、100から105ぐらいのところとピッチングウェッジが130ぐらい打ってるんで、間が結構空いてたんですね。はい、それをピッチングウェッジで一生懸命こうごまかしたり、アプローチウェッジで頑張って打ったりとかしてたんで、そこを埋めるために今回は PA を作りました。で、PA に関してはもうソール幅をがっつりちゃんと取って平らな面増やして、フルショット専用というイメージで今回はやってます。はい、では行きます。うん、だいたい115ぐらいまでかな、110から115ぐらいをイメージしてます。あー、ちょっと薄い。ちょっと薄めに当たる。アイアンと一緒です。はい、だいたいこんな感じかな。で、アプローチウェッジで、今回ちょっとアプローチウェッジは実はヒールちょっと落としてます。はい、ヒール側トゥー側を落として、アプローチウェッジでも、アプローチをするっていう、はい、アプローチで使うという今回は設定で作ってもらってます。で、ここからシャフトがダイナミックゴールドの EX 最終の S200 になってます。 S200 です。あんまり振らないで、ゆっくり、地面に設置する時間っていうのを、広く長くしたいので、ここを柔らかくしてます。はい、硬くしてしまうとピョンって戻ってきてしまうので、僕のイメージだとちょっとこうランディングする角度がちょっとついてきてしまうイメージなんで、こう飛行機でいうソフトランディングをさせながらこう動いてほしいので S200 にしてます。で、これがアプローチウェッジですね。で、入り口側にしっかりバウンスを取ってもらっているので、まあ、刃からしっかり立てて入れても刺さりにくい。なので、あんまりこう目線を上げることなくアプローチができるように、このアプローチウェッジを今回は作ってもらってます。50ヤードぐらいまではこのアプローチウェッジでいけるかなと思ってます。音がいいんですよ、やっぱり。そしてサンドウェッジですね。はい、こちらはもうちょっと市販しているものとは大きく違って、ヒール側をめちゃくちゃがっつり落としてもらって作ってもらってます。なのでフェース開いてロブが打てるグースのウェッジっていう風にしてもらってるので、でも後ろ側のここのバウンスはしっかり残ってます。なのでフルショットしてもしっかりと80ヤード飛ばせて打てるし、かつロブも、ごめんなさい、ミスしました、すいません、フルショットの流れから
よいしょってこうちゃんと切ってロブも打ちやすい、はい、というウェッジが仕上がりました。今回の増田の吉田モデル、はい、ということでございます。はい、今回ブース選んだじゃないですか。はい、もう一個ブースっていうモデルもあると思うんですけど、はい、どういうふうにこう決めたらいいんでしょう。2つのブースとブースじゃない、まあブースが少ないモデルであると思う。はいはい、基本的には、自分が当たるタイミング、要はインパクトしていくタイミングですねがどっちが合うかで選んでほしいんですね、はい、で普段ミスするときにトップが多いよっていう人は、グース選んでください。で、中途半端な距離で、で、逆に言うとダフリが多いよっていう方はストレート選んでください。そこで、いやちょっと分かんないなと思ったら、うちに来るか増田ゴルフさんに行ってください。はい、で電話をしていっていただければ僕のように、削っていただくことができますし、相談来ていただければフィッティングもできますという感じですかね。まあ本当にそのなんだろう、今のこのなんかワードが1個しかない中で、まあ断定的にお話をするんであればそういうふうになるっていう感じですね。もちろんそのシャフトの要素だったりいろんな要素が絡んでくる場合もあるんですが、基本的にはそのトップが多い、まあダフリが多いの中で選んでいくんだったらグースと、ストレートネックの選び方っていうのは、トップが多い方はグースで、ダフリが多い方はストレートみたいな選び方になるとは思います。はい、今回みたいにシャフトヘッドが PAAS だったら、はい、PA はアイアンと同じがいい。基本的にはフルショットしかしないので、はい、なのでそれであれば、僕はアイアン用のシャフトでいいかなというふうに思ってます。これは、一応48度、はい、にしてます。もしそれも例えばアプローチで使っていくよ、転がしアプローチで使っていくよとかだったら、はい、柔らかめでもいいと思います。はい、それも使い方、そうですね、使い方です。なので逆に言うとフルショットしかしないんだよ、5、2までっていうことはアプローチまでアイアンのシャフトっていう方もいらっしゃいます。はい、で逆に言うともう本当全然それあのしなり方変えたくないんだよねって言ってサンドウェッジまでアイアンのシャフトまでっていう方もいらっしゃるので、そこはもうそれぞれ選び方はあると思います。はい、ありがとうございました。